こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で商品選びの際ですね、アカウントが削除されやすい商品、これを避けましょうというお話です。実際削除されてる、人、扱ってる商品なんかを見るとですね、同人誌、児童ポルノ、これ同人誌って非売品だからダメってわけじゃなくて、児童ポルノに引っかかるからダメというふうに、考えた方がいいです。日本はね、児童ポルノかなり緩いんで、日本の基準で OK だけど、アダルト商品じゃなくて、18禁でもなくて、普通にある商品だけど、海外に出すとね、それ児童ポルノだと、ね、イスラム圏の国なんかだととんでもないというような商品が結構たくさんあります。これをね、今までは、日本基準で日本アマゾンは見てましたけど、どうやらね、海外へ直接発送することを見込んで、かなり厳しくしてます。だから、児童ポルノに引っかかる商品、同人誌、それからフィギュア、気をつけてください。で、具体的にね、どの辺のが大丈夫とか、どの辺のがダメというのはね、また事例に出せるものがあったら出してきますけど、基本的にね、会員さんに相談いただいたのは、出せないんで、これ大丈夫ですかというふうにね、相談していただいた方がいいです。それから、偽物および偽物と疑われる商品。これはね、偽物はもちろんダメなんですけど、出来の悪い商品は偽物と疑われます。なぜかというと、いろんなメーカーで、例えばね、有名どころだと、海洋堂とかね、出来のひどいものはひどい。で、海洋堂の例えば、リボルテックの他のシリーズ、普通に作った商品を持っている購入者が、出来の悪い商品を買ったと。この時ね、見てみたら、メイドインチャイナと書いてある。出来のいい商品もね、よく見たらメイドインチャイナって書いてあるんですけど、出来のいい商品はね、日本のメーカーから買ったね、日本製かなと思ってる場合が多いです。で、出来の悪い商品で中国製、メイドインチャイナ。ね。出来の悪い商品でメイドインチャイナと来たらもう偽物だとしか思われないです。いくら出来の悪い本物ですって言ってもね、通じないです。だからこれは、出来の悪い偽物は扱わないと。出来の悪い偽物じゃなくてね、出来の悪い商品は扱わないと。ね、星1つとか2つでね、ひどい作りだとかっていうレビューがついてる商品は扱わない方がいいです。扱ってもね、扱えなくなるとかね、カタログ削除されるとか。下手したらアカウントが削除されたり、サスペンドされますんで、扱っていいことないです。で、最近ね、メイドインチャイナのクオリティは非常に落ちてます。だから、少なくともレビュー星1つ、2つの商品はやめると。で、あと迷ってね、この辺どうかなというのがあったら、またこれも個別にご相談ください。で、それから、不良品。これ不良品って何だよってことなんですけど、例えばね、カメラにくっつける付属品とかね、パソコンにくっつけるアダプターとか、これまたメイドインチャイナに多いんですけど、そもそもね、つけるとね、壊れると。で、まだね、パソコンにくっつけてアダプターが動かないならいいんですけど、パソコンにアダプター差し込んだらね、パソコンが壊れるとか、ね、カメラにアダプター差し込んだらカメラが壊れるとか、そういう商品があります。それぐらいの不良品が出ると、当然高い商品壊れてどうするんだってクレームが Amazon に入ります。そうすると、だいたい一発でアカウント削除になります。だからね、性能がどうこうとかいう商品はメイドインチャイナ、ね、中国製品は扱わない方がいいです。もちろんね、中国製品って言っても、ほとんどの製品が中国製なんですけど、ソニーだのね、ナショナルじゃないか、パナソニックか。ソニーだのパナソニックだのアップルが検品した中国製と、普通にね、タオバオとかから買って、大手メーカーが検品してない中国製は次元が違います。だからね、次元の低い中国製は性能云々という商品に関して扱わないというのが無難です。だいたいこのね、不良品の中国製、それからの悪い、フィギュア、これに引っかかっていることが多いです。児童ポルノはね、好きな人は引っかかりやすいんで、これはね、好きな人ってそういう萌え系とか好きな人は引っかかりやすいんで、それを気をつけてください。で、ほとんどの人が危ないのが出来の悪いフィギュア。だからフィギュア出品するときはですね、
日本のアマゾンもチェックして、星の低いレビューがくっついてないかどうか、チェックした方がいいです。特に最近危ないのは、海洋堂とグッドスマイルカンパニーあたりは結構危ないですね。出来の悪い商品が続出してます。以上、この3つを扱うとアカウントが削除されやすいです。他にもね、これが全部ってわけじゃないですけど、代表的なのはこの3つ。で、他にあんまり聞かない商品だけど、こういうのどうでしょうか。あるいはね、自分が扱ってる商品はこういうのを扱おうと思ってます。扱ってますっていうのがありましたら、またご相談ください。ご相談お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。